やっとさ、牛見でごわす。いや、非常にニュース気になるものを見つけたんですけども、鹿児島の話題ですけども、それが、テルクニホコ展とですね、鹿児島でもついに、歩行者天国が開催されるようです。いや、びっくりしましたね。天文館で新たなにぎわいを生み出そうと、一部の通りを歩行展にするイベントが30日に開催されるということみたいですけども、まあ、ちょっと雨天じゃですね、ちょっと別の日になりますけども、今テルクニ歩行展はテルクニ表参道の十字屋クロス前、まあ、CD ショップみたいなところですけどからテルクニ町交差点までの約270m の、まあ、ところでですね、4時間くらいイベントがあるみたいで壊すけども、当日は鹿児島餃子協議会の、餃子フェスにキッチンカーの出店とかだったり、子供たちが楽しめる遊び場だったりですね、スポーツとかだと思うんですけども、その他にもオープンカフェなどもあるみたいなんですけども、これは不思議ちょっと興味があるでごわすね。ホコ展時代ちょっと初めてなのでちょっと興味があるでごわすけども、まあ新しい専門家を盛り上げるイベントとしてやるのかもしれないでごわすけども、まあ今イベントが成功して新たな展開とかできた際にはですね、ぜひですね、鹿児島の VTuber コラボとかもできたら面白そうでごわすけどもね。まあ牛もその日が来ることを願ってというか、その日に向けてですね、鹿児島盛り上げていきたいでごわすね。やりたいやりたい。